アタ山鉄道は、現在の京都府京都市右京区の嵐山駅から、清滝駅までの普通鉄道路線と、清滝川駅から、アタゴ駅までのケーブルカーを、第二次世界大戦前に運営していた、鉄道事業者。京阪電気鉄道と京都電灯の、共同出資会社であった。アタゴ山のアタゴ神社へ向かう三景路線として、建設され、合わせて、同社の手により、 山麓の清滝に、清滝遊園地が、またあたご山に、ホテルや飛行等のある、あたご山遊園地、スキー場、テント村などが設置されて賑わった。しかし、世界恐慌の影響で業績が下降したため、京阪電気鉄道と京都電灯の手で再建が、試みられた。その後、戦時中に全線が不要不急線に指定され、戦中時の軍需物質不足に伴い、 レールを軍に供出したことから敗戦となり、戦後も復活することはなかった。敗戦と同時に、ホテルなどの観光施設も全て閉鎖され復活することなく自然に帰ることとなり、あたごやま地区のリゾート施設は幻と消えてしまった。戦後、親会社であった京阪神急行電鉄や京福電機鉄道に再建や合併を申し入れたが、両者とも戦後復興に、 一杯でで支援はできなかったたこのためをを断念しし会社を解散しているその後1967年になって、あたご登山鉄道という別グループにより、工作線の再建が発表されたが、実現することはなかった。1941年当時平坦線工作線1942年9月1日改正当時、清滝トンネルは、 戦時下三菱重工業の分工場として航空機の部品工場となっていた。また、工作船の機材は参照ケーブルなどに転用された。1941年当時嵐山駅は京都伝統本線の嵐山駅に併設されていた。あた駅からあた神社までは距離があったため、作動の建設も計画されていたが実現しなかった。 1941年当時廃線後、清滝トンネル平坦線の跡地は、清滝道として道路に改修され、現在は、京都バス嵐山営業者の路線が運行されている。また平坦線の移行として、単線トンネルの清滝トンネルが残存しており、片側交互通行で道路に転用されている。工作線の移行も新滝川駅跡地や、 線路跡、あたご駅の駅舎建物などが残存しているが、あたご駅舎は崩壊しかけており、また6つあるトンネルのうち2つは内部が崩壊していて、非常に危険な状態になっている。橋梁など、その他のコンクリート製構造物も風化が進んでおり、崩壊の危険がある。中には、片側が完全に崩壊しているものもある。工作線の配線跡を、 アタ神社への上級者向け登山道の一つとして通行する者がいるが一部区間は崩壊などの理由で立ち入り禁止となっている。1937年公開の日独合作映画新しき土はアタ山鉄道で撮影が行われている。種村直樹は著者の中で1992年頃にアタ山ケーブルという会社の電話番号が 京都市内のタウンページに掲載されていたことを報告している。前述の通り、あたご山鉄道は1959年に解散しているため、あたご山ケーブルとあたご山鉄道とは直接のつながりはないものと考えられるが、前述の1967年に工作線を再建しようとしていた別グループの会社なのかどうかは不明である。また、1960年代に、 全日本モノレール電鉄が、急閉単線に並行して、モノレールを建設する計画を立てたが、結局実現することはなかった。2017年11月22日のフジテレビ、世界のなんだこれミステリー見逃せない衝撃シーン。謎を直撃3時間 SP 内で、工作船のアタゴ駅の現状や配線状況が放送された。ありがとうございます。